アンソニー・カーターはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身の元バスケットボール選手。NBA のデンバーナゲッツなどで活躍した。ポジションはポイントガード。引退後2013年から D リーグのオースティンスパーズでアシスタントコーチを務め、現在はスーフォールズ・スカイフォースのアシスタントコーチを務めている。高校1年時に退学したが、 サドルバックコミュニティカレッジを経て、ハワイ大学に進学、一試合あたり、アシスト数で、大学記録を塗り替えるとともに、史上10人目の1000ポイントも達成した。下の地1998年の NBA ドラフトに、エントリーしたが指名を受けることができず、CBA のヤカマサンキングスで1シーズンを過ごした後、マイアミヒートと契約した。2003年、 エージェントの契約手続き上のミスにより、ヒートから放出されサンアントニオスパーズに移籍する。しかし、スパーズではわずか5試合に出場した後に、ロスターから外され、その年はそれ以降出場機会を与えられることは、なかった。2004年からは、ミネソタティンバーウルグズに移籍したが、活躍の場を与えられることもなく2007年4月12日に、ベンバーナゲッツにトレードされ、 シーズン終了後にナゲッツからも放出された。翌シーズンはイタリアリーグで迎えることとなったが8月29日に所属チームから放出され2日後に再びナゲッツと契約した。2007年12月20日のヒューストンロケッツ戦で残り0.8秒で試合を決めるレイアップを沈みチームを112から111の逆転勝利に導くと 次第に出場時間を増やしてゆき、チームの信頼を得るようになる。結局その年は、出場時間に恵まれたこともあり、得点をはじめとするほとんどすべての成績で過去、最高を記録し、特に、ポイントガードながら1シーズンで28ブロックを記録した、守備力は高く評価されるようになった。2008年7月1日、フリーエージェントとなったがすぐにナゲッツとの再契約を結んだ。 2008から09シーズンは78試合に出場し、1試合平均22.9分に出場し5.3得点、4.7アシストを記録し、2009年8月14日、ナゲッツと1年130万ドルで再契約を果たした。2009から10シーズンは54試合に出場、1試合あたり15.9分の出場で、平均3.3得点。 3.0アシストを記録、チームのノースウェストディビジョン2年連続制覇に貢献し、2010年7月14日に、ナゲッツと1年130万ドルで再契約を結んでいる。2011年2月22日、カーメル・アンソニー、チャウンシー・ビラップス、シェルデン、ウィリアムス、レナルド・バークマンと共に、大型トレードに伴い、ニューヨーク・ニックスへ移籍。 2011年12月12日、トロントラプターズと契約したが、2012年3月15日、ウェーブされ、10月に旧チームのデンバーナゲッツのトレーニングキャンプに参加したが、最終ロースターに残ることができず引退した。2013年 D リーグ、オースティンスパーズとアシスタントコーチ契約を結んだ。2015年8月1日、 サクラメントキングスのアシスタントコーチに就任した。ディフェンス、パス、リーダーシップに優れていると評価されている。ありがとうございます。